成城寺大聖堂は、カムデンロンドン特別区にあるアンティオキア正教会の大聖堂である。1837年から1989年までは、キリスト教会と呼ばれる正教会の教会であった。所在地は、アルバニー通りのセントパンクラス。方形プランを持つレンガ造り石張り仕上げの教会堂で、ジェームズ・ペネソーンの設計により、労働者の多いカンバーランドマーケット地区の教会堂として1836年に竣工。正教会の教会として1837年に性別され、オックスフォード運動の中に位置を占めることとなる。1839年から1843年にかけて RC カーペンターが改築、さらに1849年から1885年にかけてウィリアム・バターフィールドが改築と装飾を手掛けた。新ギリシア様式の外観は簡素で装飾が少なく、3層からなる尖塔は、聖堂本体部分に比して、通例より小さく抑えられている。内装としてはバターフィールドによる大理石の床面とクレイトン&ベルによるステンドグラスが特徴。1954年6月10日、グレード2、リステッドビルディングに指定。2000年に屋根の改修が行われた。アルバニー通りに2年間住んでいたクリスティーナ・ロセッティが足を運んだことが知られ、教会当面の窓のステンドグラスは彼女の兄、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティのデザインによる三条の水訓と題されたものが収められている。キリスト教会初等学校と呼ばれる学校がレッドヒル通りに形成された。1950年1月26日にはジョージ・オーウェルの葬儀が聖堂で行われた。これは大聖堂が、オーウェルが逝去したミドルセックス病院と彼の職場であった BBC ブロードキャスティングハウスに近かったためであった。1974年にアルバニーコンソートと呼ばれる初期音楽を扱う楽団がこの教会で設立された。1989年には正教会の教会としての礼拝活動の場ではなくなり、成城寺大聖堂となった。ストリート・ボートールフ・ウィズアウト・ビショップスゲートとともに、ロンドンにおけるアンティオキア教会の一つとなっている。ありがとうございます。